はいみなさんこんにちは講師の森田隆一ですそれではですねただいまより不動産鑑定試験2023分野別過去問解析プラスアルファ当連経済学第3回目の講義を開始いたしますどうかよろしくお願いいたします はい、えー、本日ですね第3回目になりますけどもあのー、本日はですね、えー、つい先日ですね、えー、行われたあ過去、えー、本試験のね問題を、えー、扱いますので、えー、注目ね特にしていただければと思いますけども、まあ、先日ですね、えー、本試験が行われましたがすでに講義でも述べておりますけども公共財とそれから情報の非対称性というね市場の失敗のエリアからあ2台ね、えー、問われたと。 ということでありましたけども、えー、非常にですね鑑定試験のレベルを考えると標準的だったかなということでありましてですね、まあ、きっちりとですねうん点数をですね積み重ねないと合格には結構厳しかったのかなと、えー、ミクロに関してはですね、えー、そういう感想を抱きましたけども、えー、しっかりとですね、えー、この過去問を通してですね、まああのー、グラフのですね、えー、きちっと書けるようなね 能力を高めていただければと思いますね。では、早速ですけども問題ですね。解いていきますけども。あの？ まず1 2と問題1はあるわけなんですけども1番が公共罪であるということでありましてねで限界便益のです、ね、A さん B さんの限界便益がです、ね、これえあの示されているということでありましてね、まあ、通常の私の例えば、うん、公共罪であれば、ね、総ざらいだとかあとどこでやったかな試験対策講座でやったんですけども私が出題させていただくです、ね、公共罪の、ね、計算問題であれば限界便益を求め 求めてくださいっていうとうころから入るんですよでそれに対してですね、まあ、今年というふうに言ってしまいますけど2022年のね、えー、玉田先生が出題された問題に関してはですね、まあ、そこのところをですね、まあ、受験生のですねに配慮してですね限界免疫を与えてくださっているということでありましてですね、まあ、ここはしっかりとね、えー、配慮してもらってるわけですからしっかりとねここはうんあのきちっとね、えー 捉えていたたただきたかっとところでですすよねねさらに言うとです、ね、費用関数が与えられているにもかかわらずですね限界費用は一定で60ですよというところまで示してくださっているということで、まあ、あのそこのところに関してはですね非常にこうサービスしてくれているということですからえそれを踏まえましてですねそれをきちっとキャッチしてですねグラフをきちっとかけなければいけなかったということですね。 だからグラフがねあの、ちゃんと書けなかったという方はです、ね、玉田先生がここまでサービスをしてくれてるのにもかかわらず書けてないということで、まあ、原点はあるということをです、ねえー、しっかりと認識していただければと思いますね。きちんとやっぱりグラフを書けるようにしてほしいかなと、ですからまあ今回の問題をです、ね、通してです、ね、あの今回、横軸の切片が問題となってくるわけなんですけど、私は縦軸の切片、横軸の切片です、ね、双方、とても大切だと思ってるんですね。ただ時間の関係上ね 予算制約式とかそっちの方だったら横軸切片書かないとですね所得が変化した時に予算制約線がどう、えーきちえー、シフトするのかっていうのをきちっとつかむには必要な情報ですから横軸切片もねですから横軸切片は予算制約式とかその辺の辺りその辺のところではですね、あのー、きちんと示すんですけども、まあ、通常はあんまり示さなかったりするんですが今回はきちっと示さないと、うんまあ、原点かなということになりますね正しいグラフになってませんからなので,でこれがね例えば、うん、限界ベース 利益を求めるところから入っているような問題であれば、えー、グラフが多少ちょっとね、えー、違ったとしてもですね、まあしょうがないなという感じかもしれないですね。採点者からしたら。でそれに対してですね今回の場合は限界便益が示されてるんですよ。限界費用も示されてるんですよ。 ね、微分計算をしなくて済んでるんででるすよそこまでサービスをしてくれてるわけですから、ねえー、出血大サービスですよはっきり言ってねでそこまでサービスをしてくれてるわけですからきちんとやっぱりグラフぐらいは書けないといけないということをですね、えー、しっかりと認識していただきたいかなとだから横軸切片ですねこれきちんとですねだから私のね、まあ、本当に宣伝になってしまって恐縮なんですけども5月にですね「ミクロ経済学計算の極意」というのをね、えー、発売させていただきまして。 まあ、2022の、ね、本試験に間に合うようにということで,で不動産鑑定試験はミクロ、マクロってありますけどミクロ経済学では特に計算問題が大切だということで、まあ、私、必死こいてです、ね、あの2022の本試験に間に合うようにしかも直前期に出してもですね誰もねやりませんから直前期は忙しいですからねだから5月の,、まあ、あの最後の方だったわけなんですけどなんとか間に合わせてでですねでもうあれを一生懸命やってたからあの昨年2021年10月にですねぶっ倒れてですね、えー、時系以来 病院院に入院したっていうねそういった過去があるんですけどもだから私にとってはその、えー、入院をしてしまったその元凶となる本でね、まあ、思い入れがあるんですけど、えー、そこの本では、ね、ですね必ず横軸切片も出してるんですよ。それはスペースの関係時間の関係で、まあ、あの講義だったらスペースの関係時間の関係で、まあ、スペースよりも時間かなあの横軸の切片は扱いませんけどもほとんどの場合ねだけどあの紙ですから本ですから横軸の切片もきちんと示しているということでだからまあ 私のね 計算問題の極意結構ねやってくださった受験生の方がいらっしゃったんですけども、まあ、その方々なんかはですね横軸の切片の捉え方をですね、えー、きちんと毎回毎回やってるその本には書いてあるわけですからまた横軸の切片かみたいなね、えー、ことで、えー、そのねその本を、えーえー、ご覧いただいてたことでしょうけどもそれがまさに今回ね問われてるということですから皆さんはだから私絶えずねグラフはきちんと書けるようにしましょうということも 申し上げてますけど、グラフをきちんと書けないとこういったところで痛い思いするんですよ。ね。なので、あのー、そこを肝に銘じてですね、きちんとグラフを書けるようにね。これがね、例えば3時間数とか4時間数とか、もう難しいというのであれば仕方ないですよね、えー。だけども別にそんなに全然難しくないじゃないですか。1時間数ですよ。それを上に足すだけですよ。ですから別に難しくないんで、難しくないって言ったら怒られるかもしれませんけども、あのー、まあ、中学生の算数の数学の延長線上のお話ですよね。なので。 あの高度な数学ですねそれこそ微分とか使うわけじゃありませんからだから微分だったらやっぱりちょっと難しいですよだって高校数学ですからだけど方程式ですからこれ中学校の数学なんでだからここまでお膳立てしてグラフが書けないっていうのはですねやっぱり玉田先生としてはどうなのと。 ね、鑑定士受験生横軸切片もよく分かってないのかということになってしまいますから、ね、だからしっかりとだから私の講義ではグラフをきちんと書くようにということを申し上げておりますしさらにあのグラフをやっぱり書けるようにしていただきたいということであのー、あまりね横軸切片関係ない時でもですね、まあ、示したりも、えー、してる場面が結構ありましたけど特に本ではそうなんですけどもあの、まあ、あのしっかりとね皆さんあの自習する際にはですねその辺も気をつけてですねうん、まあ、いろいろ ねえー、試行錯誤していただければと思いますねだから何度,何度も申し上げて恐縮なんですけども、あのー、グラフは書きまくると数式も解きまくると見てるだけだったら力はつかないということである,あると私は信じてますけれども、あのー、しっかりと皆さんもですねそういう認識のもとにね勉強していただければと思いますね。では、えっと、中身の方に入っていきますけども 1>, えっと1番はいいですよね1番は公共財の定義を書きなさいということで2つの性質を用いてということでありますけれども消費の非強硬性消費の非排除性ということで、まあ、これはよろしいかと思いますね。で2番なんですけれども v a イコール5 0ス x ということで傾きがス1切片が50等で。 で,ですからこの V この VA はこのように描かれるんですけどもあの傾きがマイナス1ですからね横軸切片が50になるじゃないかっていうふうに、まあ、パッとわかる方もいらっしゃいますけども、まあ、あの横軸切片というのは今一度確認させていただきますけどね横軸切片というのは、ね、VA の横軸切片というのは、VA、上に VA という線上にあり ね、縦軸のですね、va がゼロの時のですね、x の値に他なりませんよね。いいですか。ね、va せ va のね、va の横軸切片、ね、va の横軸切片というのは va の線上にあり、ね。 縦軸軸のののの VA がゼロの時の横軸 X の値に他ならならいだからこの式の VA のところに0を代入してですね X について解けばですね横軸の切片出てくるじゃないですかということですよね。ですから横軸の切片私の,あの計算の極意でも横軸の切片しつこく出しております。 で、えっと、今度は VB ですね B さんなんですけども B さんの限界免益関数がこのように与えられておりまして、まあ、これちょっと変形させてこう前後入れ替えただけですけどねこれもやっぱり、えー、横軸の切片をきちんと出すとするとですね、えー、VB に0を代入してあげて X について解くと横軸の切片が出てきますよということで切片が40でよ、えー、横軸の切片が20であるということね。ですか

混同しちゃいかんということですよね。上に足していくんだということですね。ですから上に足しましょうということでありまして、えー、っとだから縦軸は v ですからね。va、vb、v ですから縦軸が v ですから,、ね VA、すから,すから上に足すということは、えー、va に vb をね、えー、va に vb を加えるということでありまして、えー、限界便器社会全体の限界便器というのは va 足 vb になるということですね。va というのは先ほどみ、ま、先ほどっていうかね、えー、こちらで見ましたように。 50マイナス x ですよね。VB というのは40マイナス 2x ですよね。ね。で、まあ計算を解きますとですね、マイナス 3x プラス90ということになりましてね、こういう式が出来上がりますけど、だから切片が90で傾きがですねマイナス3になりますけども、ここで注意点なんですよね。注意していただきたいんですけれども、これ、ね。 B さんの限界便益は、ね、あの公共財の量が20の時も0になるということは20よりも公共財の量が大きくなった時 B さんの限界便益は0なんで社会全体の限界便益は A さんの限界便益になってしまうんだということですね。 こういうういいい解釈ででですすねししっかりききるようにしてたただきたいんですここら辺がだからちゃんとね、あのー、できないできてほしいところかなとここら辺ちょっと見られてんじゃないのかなというふうに私は思いますよ。ね、だって解釈すればわかるじゃないですか B さんはですね横軸切片が20ということは、ね、20個の時限界便器なんですよだから20個を20個以上の時っていうのは限界便器 B さん0ですから。 20個以上のときっていうのは B さん、限界便益ゼロですから、したがって社会全体の限界便益は A さんの限界便益になるということね。だから50個超えるとです、ね、A さんの限界便益もゼロになりますから、したがって社会全体の限界便益はゼロになっちゃうということですね。ですか,だから、ここのところで屈折するということですね、ここのね、えー、この横軸切片20のところで屈折すると、ね、A さんの限界便益と重なるというところですね、えー、しっかりとここのところは押さえていただきたいところかなというふうに思いますね。 だから今後気をつけけていいただだればと思いますねだから私のね授業では、まあ、前回もそうだった前回前々回ですかあークールの金庫やったじゃないですかね縦軸切片出してますよ。はっきり言って縦軸切片なんて意味ないですよ金庫店特裁にはね。だからなんで縦軸切片をわざわざ明らかにしてんのかつと縦軸切片の知識っていうのがやっぱりグラフをきちんと書くときには問われるわけなんですよ。だから私は出してるんです。 だけど横軸切片は縦軸切片よりちょっと劣るということで毎回はさすがに示しませんよ私の問題集では示してますけどねなので毎回は示しませんでしたけどもやっぱり今回ねきちっとグラフを書く際にはですね横軸接片の知識も必要となりますんでねまあだから私としては今度から横軸切片もやっぱりちゃんとねきっちりどんな文脈でもねやろうかなっていう気にもちょっとなってきたところですね問題集ではねあのやっぱりあの。えー 示してたところなんですけども、講義ではちょっと時間の関係上ね、やっぱりあの横軸の切片まで示しちゃうと特災に関係ねえじゃねえかっていうツッコミも結構あるんですよ。なのでまあそこまでね普段はあんまり示さなかったんですけども、まあ、やっぱりねあのきちんとこう横軸の切片もおそらく見られますよここ。 だからこれ、あのー、普通にこうやっちゃったらこう違うじゃないかというふうになっちゃうんで、ね、だからやっぱり見られると思いますんでこういったところね気をつけていただければと思いますねだからうんグラフをきちんと書く、えー、そこをですね、えー、大切にしていただきたいかなとだから何度も申し上げてるんですけども丸暗記っていうのははっきり言って尊敬されないんですよ。 丸暗記してるなっていうふうにばれちゃったらですね点数っていうのはもあの乗っていかないんですよねなのでそこのところを気をつけていただければと思いますねこの状況においてはね限界便器社会全体の限界便器曲線はこうなるっていうねだからレックの教科書とは今回違うということですねだって当たり前です。数式違うんだから。 ね、なのでそういったあの数式を踏まえてグラフを描けるようにするというです、ね、そういったトレーニングをです、ね、あの受験生の方はあこの1年間ですかね、まあ、もうすでに1年は切っておるわけなんですけども、えー、約1年間で、えー、習熟していただきたいかなと。ね、ただからまあただ単にねこの均衡点を求めるということじゃなくて今回は論述の試験ですからね、えー、ですのでだからそのね、うん、同じ年の マクロ経済学は穴埋め問題ですよだから別に説明はしなくていいですよだけどこの玉田先生のねこのミクロ経済学の公共財の問題は論述問題ですからねだからやっぱりねグラフをきちんと書いてグラフが何でこういうふうになったのかっていう縦軸切片はこうで横軸切片はこうでっていうところを示す必要があるのかなっていうふうに私は思いますけどねだから意外に差がつくんじゃないのかなっていうふうに思いますよミクロ経済学はね意外にね。 だから均衡点はできてますという方は多いでしょう、だけどグラフが違いますよということも結構多いでしょう、そこで結構差がついてくるのかなという,ふうに思いますね。 だから、まあ、簡単ではあるんですけれども均衡点だけを求めるっていうことに関してはね簡単ではあるんだけどグラフをきちんと書くっていうことに関しては実は落とし穴があったのかなということですねだから横軸切片とか普段意識されてない方はレックのですね、まあ、教科書にあったあ公共財のグラフを書いてしまってですねうん、まあ、その点はちょっと誤りになってしまうとういうことですよね。 なるそれであればなかなかこの問題地ではあまり点数稼げないということになってしまいますけど、えー、まあしっかりとね今後そういうことがないように気をつけていただければと思いますね。で、まあ玉田先生はいきなり限界費用は六十だというふうに示してきて示されております。これサービスされているということなんですね。出結大サービスですよ。本来であれば費用関数が与えられてるんだからご自身でですね限界費用曲線限界費用関数を求めてくださいということであるんですよ。ね、それがですね玉田 先生は MC が60だという,ふうに、えー、そこまで持ってきててきくれいるととうことですねじゃあ一応微分しましょうよ c=60x の1乗ということで微分するということは肩の数字を前に持ってきて掛け算しますよそして肩の数字を1個減らすということですね1を1個減らして0ですねなんとかの0乗というのは1ですからしたがって限界費用は60ということですね生産量にかかわらず60で一定ですよこれが限界費用ですね。 でえー、と数式を踏まえてですね限界費用曲線を描くということで60の水準でねこういうふうに描かれるということになりますね。ねいいですか でえー、っとそれでですね今度は交点ですねこの交点が公共財のですね最適な供給量ということで V というのは限界便益ですねで限界便益イコール限界費用というのがサメルソン条件ですけどこの交点に該当しますよねねこの交点を満たすですすでで取引量がですね。 えー、この交点を満たす取引量がですね、えー、最適なですね公共財の供給量に該当しますよということですね。えー、V=MCV、ね、というのは限界便益 MC というのは限界費用ですねこれがサミュエルソン条件であるということで V は先ほど求めましたマイナス 3X+90 です MC は60ですねでこれを解いていきますと X が10ということでありましてねしたがって均衡点は10であるということでありますよねよろしいですかね。 でこれがですね、丸2番ということですね、公共財である公園の最適な広さを求めなさいということになりますね。で、丸3番、個人 A か個人 B のどちらか1人が公園の設置の費用を負担するならば、公園全く設置されない、え広さがゼロになることを指名しなさいということですね。だかかららどちらか1人が、 えー、公共財の設置の費用を負担するならばっていうふうに言ってますね A か B かのどっちか1人が負担するならばってことはどっちかがフリーライドしてるということになりますね。ど2人人いいるんですよ2人いてですすよてねどちらかが えー、費用負担をどちらか一人が費用負担するということはもう一方はフリーライドしているということになりますねじゃあグラフから考えていきましょうね別回ありますけどグラフから考えていきましょう仮にですね B さんがフリーライダーだとしてください B さんがフリーライダーだとしたら社会全体の限界便益は A さんの限界便益になりますねで A さんの限界便益の一番高いところで50なんですよ限界費用は60なんですよね。だから限界費用の方が限界便益上回ってますんで供給量がゼロになると ということで,す、ね、ですから式で組み立ててもいいですけど別解で式,を式でもう計算しておりますけれどもグラフからでもいいですよ。ね、ですか B さんがフリーライドするのであれば B さんがフリーライダーになってしまったら B さんの限界便益はゼロになるとですから社会全体の限界便益は A さんの限界便益すなわち VA になるわけでね。でこの VA というのは MC を下回ってるじゃないですか。だから均衡点が生まれないんですよ。 ね、だからこの A さんの限界便益で最も高いところでさえ50なんですよそれを限界費用が上回ってるわけですから MB=MC のそのね交点が見当たらないということですねだから供給量はゼロになってしまうということですねで同じく A さんがフリーライドしてしまうのであれば B さんの限界便益曲線がですね社会全体の限界便益曲線になりますけども B さんの限界便益が最も大きい時でさえ40なんですよ。 限界費用が60なんですよですから限界費用の方が限界便益を上回ってるわけですから、ねえー、したがって、うん、A さんがフリーライドした場合もですねやっぱり供給量がゼロになってしまいますよということですねだからフリ,ーライドフリーライドが発生するとですねフリーライダーが発生すするとですね供給量公共財の最適供給量が減ると過小供給になるというね公共財のとても大切な命題があるわけなんですけども今回の場合は供給量がゼロになるというねそういったことで でありますよね。しっかりと押さえていただければと思いますね。そこは公共財というね、えー、お話でありました。では引き続きですね、えー、括弧の2番ですね、情報の非対称性ということでありましてね。あのー、情報の非対称性ですね。まああのー。うん 簡単に、ねえー、お話しさせていただきますと、えー、A さんと例えば B さんがいますよと、ね、A さんと B さんがいてですね A さんの情報の保有量は多いんだけど B さんの情報の保有量が少ないと、ね、この情報の保有量に差があると情報の保有量に格差があるそういった状況をですね え状況ないしは性質をですね情報の非対称性ないしは非対称情報というふうに言ったりするわけですねだから昨年というふうに言わせていただきますけどね玉田先生が1年目に問われたですねゲーム理論とそれから不確実性なんですけども不確実性っていうのはやっぱり情報が不完全なんですけどもだから不完全情報の一種これが不確実性なんですけども不確実性っていうのはみんなわかんないととみんなんななわかい今後のことはと。 ね、だけど情報の非対称性っていうのはこっちはだから情報の非対称性ってのは情報の保有量が違うんですよこっちはいっぱい情報持っててこっちは情報が少ないと、ね。不確実性っていうのはみんな分かんないと。 みんな情報を持ってないとこれが不い実性なんですよねだから情報の非対称性と不確実性、まあ、どちらも大ざっぱに言えば不完全情報ですよ情報の不完全性ですよだけど質が違うとみんなが等しくです、ね、情報を保有してませんよこれが情報不確実性というふうに言いますけど情報の非対称性というのは保有量に差があるということですね情報格差がある場合ですね。 で契約前契約後ってよく言ったりするんですけども逆選択っていうのは契約する前ですね購入しようかなどうしようかな購入しますという契約の前にですね、えー、起こるような問題これが逆選択ですねでそれに対して、えー、モラルハザードというね情報の非対称性がもたらす問題があるわけなんですけどモラルハザードは契約後ですね保険に加入してしまいまして保険に加入しましてよ契約後にですね起こってしまう問題これをモラルハザードというふうに言うんですね。まず逆選択 とモラルハザード2つのですね大きな大きな問題をですね情報の引いたい詳細はもたらすということですね。いいですか で逆選択の話をする前にですねちょっとモラルハザードも簡単にお話しさせていただきますとねモラルハザードというのは契約後に発生するということなんですけどやっぱり情報の非対称性があるから発生するということでありましてね、えー、どういうことかと申し上げますとん例えば保険に加入する前はですね例えばその健康保険であればね手洗いとかうがいをね、えー、いっぱいやってるわけですよ。今だったらコロナに感染したらえらいことだということで手洗いとかうがいとかね保険に加入する前はしてるんですよ。だけど保険に 加入したらですね、多少病気になっても保険金が降りるでしょうということで、手洗いとかう,うがいがおろそかになってしまうと。つまり取るべき行動をですね、保険加入後にですね、取らなくなってしまうと。そういったことをですね、モラルハザードって言うんですね。でこれっていうのは情報の非対称性があるからこそですね、発生するんですよ。 情報の非対称性が発生してなければです、ね、保険会社が「何お前モラルハザードを起こしてんだ」と「けしからん」ということで保険金渡さないぞっていうふうに保険会社がです、ね、モラルハザードしてるやつにです、ね、怒鳴り込むことが可能なんですよ。だけども、ねえー、情報の非対称性があるから保険会社はです、ね、モラルハザードを起こしてるの分かんないんですよねだからモラルハザードを起こ,させ起こされてということになるわけですよ。だだかからら情報の非対称性ががあるるここそモラルハザードが起こるんだと もう仕組みロジックですね、えー、押さえといていただければと思いますねだからモラルハザードがある場合なんかはモ,モニタリングとかですねしていくことによってですね防いだから例えば自動車保険なに関してはですね最近ドライブレコーダーがありますからねモラルハザードって結構防げるかもしれないですねあ,あんたはなんか保険だから保険に加入する前の1ヶ月のね1ヶ月のドライブレコーダーの記録とですね保険加入後比べてですね保険に加入する前なんか慎重にあんたと運転して じゃないですかと、ね、保険に加入したあとスピードがなんかちょっと上がったり黄色の信号でもあの,、えー、その突っ切ったりするじゃないですかあんたちょっとモラルハザード起こしてんじゃないですかっていうふうにそのドライブレコーダーなかなんかがあればですね結構自動車保険なんかはモラルハザードを結構防止できるのかなっていうふうにも思いますけどもまあ医療保険に関してはなかなかちょっと難しいのかなということですよね。 だから例えば、うん、そうですね。これも難しいんですけど、モニタリングをしたりだとか、あるいはそのなんだろうな、ああ、まあ健康であり続けたら10年目にですね、なんかちょっとね、ご褒美あげますよとかね、人参ぶら下げればですね、もらあのじゃあ健健康であり続けようみたいなね、うん、ね、だ,だ例えば保険に加入してですね、3年間あなた病気しなければですね、あのなん、えー、ですか。 お祝いにです、ね、5万円プレゼントしますとかって言ったらね人参プラス上がってますから、ねえー、じゃあ健康にあり続けようということで今まで通りねあり健康に配慮するわけですよむしろそのご褒美が欲しいから今まで以上に、ねえー、健康に留意する可能性は出てくるわけですよだから要は何が言いたいのかっていうと、えー、モラルハザードを防ぐための、まあ、結構すべもあるんですけれども何もしないとです、ね、モラルハザードが保険加入後に起きてしまうということなんですよね、えー、そこもしっかりと押さえておいていただければと思いますね。 で本日は逆選択ということでありまして。 えー、こんな状況ですね、えー、レモンとピーチがあるわけですねレモンというのは粗悪品ピーチはですね良質品ですねで買い手売り手ということでありまして買い手はですねあのゼロであると、ね、レモンに対して評価がゼロ、ね、売り手はレモンに対して売り手もですね評価がゼロとだからここは非常に単純化してるんですね。でピーチですね買い,手の、えー、買い手はですねピーチにね100円出してもいいよと、ね、一方で売り手はですねピーチ80円 ででで売ろううかなということいこすねで丸1番ですね括弧の2番の丸1番なんですけども中古車市場では有料車のみが取引されているとしていると、ね、有料車ピーチのみが取引されているとするならば値段はいくらでしょうかっていうと価格はですね買い手は、ねえー、100までだったら出すと、ね、買い手は100までだったら出しますよと売り手は80までだったら出しますよってことですから80と100の間ぐらいで決まるんじゃないですかっていうことになるわけですよね。 買い手は100出しますよと最,最大でも100出してもいいよと、ね、売り手はですね最低でも8ちょうだいよと80ちょ,ちょうだいよということですから、まあ、あとは蓋開けてみないと分かりませんけど80以上100以下のところで決まるのかなとこういうことですね。いいですかだからマーケットがだから完全情報だったらねマーケットがきっちり分かれるんですよ。レモンのマーケットとねピーチのマーケットで完全,し完全情報だったらね。 だからあ完全情報だったらねピーチのマーケットにレモンが入ってきたら「お前レモンじゃねえか」と「どっか行けや」というふうになるわけですね。でレモンのマーケットにピーチが入ってきたら「あこちらレモンのマーケットですからピーチ様お隣です」というふうにあのピーチ排除されるんですよ逆にねだから完全情報だったらレモンにはレモンのマーケットがあるピーチにはピーチのマーケットがあるんですそれが丸一番の話ですよピーチだけが取引されてたらだから売り手はうん、えー、最低でも80兆台と。 書いては100までだったら出ししますすととととといいうううここでででであとはその間の間値段で決めるょよねだから完全情報だったらね問題は発生しないんですよ。だけども不完全情報情報の非対称性があるとどうでしょうかってことなんですけども、えー、丸2番ですねこれが情報の非対称性がある世界なんですけども価格がですね80未満の時っていうのはレモンのみが供給されますね。 価格がですね80未満の時ね売り手はピーチ80円。 以上で売りますよとということねだから80未満だったらですねピーチは出てこないで売り手はレモン0円で評価してるわけですから80未満だったら当然ですね売り手はレモンを供給するわけですよねですから80未満の時レモンのみが供給されますよということになりますね一方で80以上だったらどうかなと、ね、80以上だったらどうかなって言うとレモンに加えてピーチもですね供給されますからレモンプラスピーチが供給されますよということで、えー、こんな感じになりますね。 えー、こんな感じねだから80未満だったら80未満だったら供給量が、ねえー、レモンのみ、ね、80未満だったらあーレモンのみ供給されますよと、ね、今回レモンの供給量を X ターだとするならば80未満だったらレモンのみが供給されますよとで80以上であれ,あればさらにピ,ピーチが加わってピーチが供給されますよと80以上であればねいいですかでそういう話ですよね。 一方でですね、今度は買い手の方なんですけども、 でここがね、二番ちょっと読んでいきましょうかね、え過去二の二をちょっと読みますけども、中古車市場の中古車のうち、半分は有料車残り半分は不良車であるとすると、だから50%、0.5、確率0.5、有料車であると、そして50%、えー、確率0.5、不良車であると、そういった話ですよね。で、売り手は中古車の品質を知ってる、売り手はですね、自分が売るんだから。 自分がこれまで乗ってきたんだから自分の車が有料車なのか不良車なのかよく知ってる情報を持ってるわけですよ。一方で買い手は知ることができずただそれ,のそれぞれの割合が2分の1一であることのみが分かっていると。マーケットに行ってみて仮に買ったとしたら2/1はレモンで残り2/1がピーチであると。ね、この割合は知っていると、ねえー。例えばあその供給されてるもののうち半分がレモンで。 半分がピーチだと、その割合は分かっていると、そういった話なんですよね。いいですかね。で、この中古車市場で起こるアドバスセレクション、逆選択を数値例のもに基づいてっていうことですね。だから、あのこういうふうにありますね。まず期待便宜買い手なんですけれども、あの50%の確率でレモン、ね50%の確率でピーチつかめるということですね。 この時にですね期待便益っていくらになりますかというと確率50%トというのは計算する際には0.5に直しますから0.5の確率で評価がゼロですよということですねそれに加えて0.5の確率で評価が100ですよとで予想される期待される便益はって言うとまあこういう計算式によって計算ができるわけなんですけども50になるわけですよね。ですからね 期、えー、体便益が50と機体便益が50ということでありまして期体便益が50なんで期体便益が50の時にはですね期体便益が50の時には、えー、需要量がいっぱい出てくると。でねここでね需要50のところで水平で終わりにしておりますけどここをね下に下にもね描きたいっていう方いらっしゃると思うんですけど下に描いても間違いではないんですけども今回ね 需要者が何人いるだとかね、その価格の時に何個需要が出てくるだとかそういうのが全然明示されてないんですよ。情報がだからあんまりこうまあだから結構その何て言うのかな。 皆さんに考えさせるような設定であまり細かい設定をしてきてされてないわけなんですけどもだからこういった時は、まあ、あえてですね、うん、水平にした方が無難かなとということですねだからこの50の時に無限にですねだから需要の価格弾力性が無限大っていうことでね50の時に無限に需要が出てくるっていうことをまあ表現して水平に表現してた方がこの時は無難かなと。だから、えー、例えばね えー、このねこのマーケットに300人いてねこのマーケットに300人いて 50, 50円だったら300の需要が出てくるだから50以下だったら当然300の需要が出てくるとその需要者の人数そしてその値段の時に,時にですねその希望する値段であれば 1>, 1人1個買うとかそういったですね細かい状況が設定されているのであれば下に線を入れてとていうこともよろしいかと思いますけれども今回はそこまでの設定がありませんから水平でこの価格が50人この50人下がったら無限に需要が出てくるという感じで描いた方がちょっと無難かなというふうに思いましたので水平にしております、えーまあ、ただここをね下ろしてしまっても間違いではないかと思いますねいいですかね。 だから今回、ねあのまあの、マーケットに出てきているです、ねこのね、直面している,、えーえーね、てる中古車がです、ね、レモンなのかピーチなのか全く分かりませんと分かっているのは0.5という確率でレモンであり残り0.5という確率でピーチだとそれしか分からないということね だから相場感がある相場感があるっていうのは価格が例えば、えー、そうですね価格が、えー、例えば80円未満だったらレモンしか売りに出されてないだろうなみたいなねそういった相場感があるときはまたちょっと違う議論になってくるわけなんですけども今回は相場感もないと改定の方はね改定の方は50%の確率でレモンで残り50%の確率でピーチでそれしか情報がないと。 それしかもともとね持ってるものがないとそういった話ですからしたがって機体便益でしかその行動が取れないということになるわけなんですねだから機体便益に基づいてということですねで機体便益は50ということですねだから機体便益が50だから価格が50だったら需要がぶわっと出てくると逆に価格が50を超えるのであれば機体便益の方が、ね、価格を下回ってしまうだから需要がゼロになるということですねこれ意味わかりますかね 予想される便益が五十なんです。予想される便益が五十で値段がですね、五十五だったらですね、買いますか？買いませんよ。ね、五十しか便益が発生しないと予想されてるんです。だけど五十以上のお金を払って買うんです。買いますか？買いませんよという話なんですね。ですか、ね？だからその払うお金、つまり価格を限界便益が上回ってるんだったらですね、それは買うじゃないですかと。 価格がですね限界便益を上回ってるのであればごめんなさい価格よりも限界便益は上回ってるのであればですね、えー、予想される便益の方が値段よりも上回ってるんだからじゃあ買おうかなというふうになるわけなんですけど払ったお金よりも便益が低いんだったら買いませんよっていう話ですよね。なら需要量がゼロになると。 だから50の時にビヨーンって需要が出てくるんですけど50を超えるとですね需要がゼロになってしまうということですね。で、均衡点はこちらになるわけですね。均衡点はこちらになりますけどもこちらはですね結局取引量がレモンのみということですね。ですか,だから、いずれにしてもですねレモンのみが供給されるということになりましてですねまあそこがですねまさに逆選択ですよね。ピーチもこの一応マーケットにはあるんですよ。 だけど取引されないんですよ。ピーチも取引したいな、だって良質品だから。その良質品のピーチが逆に取引されないと。これを逆選択というふうに言うんですね。ピーチの逆のもののレモンばっかりが、雑魚ばっかりが取引されてしまうんだと。これを逆選択というふうに言いまして、ですね、しっかりと押さえておいていただければと思いますね。 ですかね、ジョージ・アカロフという、ねえー、方がですね、えー、1970年に、えー、マーケット・フォレモンというね、えー、クォータリー・ジャーナル・オブ・エコノミクスという、まあ、アメリカの雑誌に載っけてですねそれであの情報の議論がです、ね、あのこの経済学に入ってきたということですね今までだから、まあ、今までって1970年代以前まではちょっとね不確実性っていう概念はね、えー、ケネス・アローだーとかそういった方が言っててもうすでにあったんですけどもこの情報の非対称性っていうね 非対称情報というそういったねアシンメトリックインフォメーションっていうんですけどその情報の非対称性の概念はまだこの経済学のところに入り込んでなかったんですけど70年以降ねこのアカロフの論文を起点にしてですねどん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 ,どんスペンスそれからスティグリッツっていうねそういった方が出てきてで2001年にノーベル賞をその3人が取るわけなんですけど今やその情報の議論っていうのはもう経済学の核の一つになってきているんですよね。市市場場ののののの失失敗敗でですすよねとというのは本当にとてもも大切ななエリアなんですけどもこの情報の 非対称性っていうのはもうマクロでもも、ね、やっっぱりりちょっととても大切なな議論になりましてです、ねあのー、マクロ経済学では、ね、うん価格の硬直性という言葉があるじゃないですか最近は価格の粘着性スティッキーというふうに言ったりするんですね古典派の方々なんかは価格の伸縮性価格というのは超過需要があればです、ね、え足りないんだから値段が上がる超過供給が起こってんだったら余ってんだから値段が下がると価格の伸縮性で考えるこれが古典派の流れを組む経済学者の考え方なんですよね。だけども価格っていうのは 高直,的ね、高直的じゃないかと、価格物価っていうのは硬直的じゃないかと物価っていうのはね価格の平均値になるわけなんですけど価格物価っていうのは硬直的ですよねと特に短期ではと長期的にはねさすがに動いてくるでしょうけども短期的にはですね硬直的じゃないかとなぜ硬直的なのかということで結構情報の非対称性を使ってですね説明するっていうのがあるんですよね。 効率、まあ、賃金仮説いう考え方がありましてねそれはスティグリッツの考え方なんですけども効率賃金仮説っていうのは何かなっていうとあの賃金を、ね、もあの例えば、えー、失業者がいっぱいいると、ね、例えば失業者がいっぱいいるんだったらもっと賃金下げてもいいんじゃないですかだけど賃金っていうのは下がりにくいんですよ。でどうして賃金っていうのは下がりにくいんですかっていうと生産性が落ちるんですよ。 だから賃金っていうのは経営者下げたくないなということで超過供給ですね労働市場でつまり失業者がたんまり出てたとしても賃金っていうのは下げ止まるということですね賃金下げちゃうとやる気なくなっちゃいますからねこれっていうのは情報の非いた性があるから起きるんですよ。完全情報だったら、ねえー、賃金下がりましで完全情報だったら、ね、経営者が「お前賃金下げたからなんかやる気なくなってんじゃねえか」っていうふうに指摘できるじゃないですか。 だけども不完全情報情報の非対称性なんですよ経営者は労働者の行動を逐一観察できないんですよねだからねその課長がいる前でねなんかこうねあのー、昼寝してるやつなんてあんまりないでしょうけど課長がね今日ちょっと、えー、営業作業、えー、の、えー、ちょっとね、えー 顧客訪問、えー、してると、ね課長今日いないってなったらね、もうなんかこう課長がいないからぐぐぐぐぐぐ寝てるやつっているかもしれないじゃないですかね。つまり何が言いたいのかつうとね、えー、情報の非対称性があるから賃金が下がるとサボるやつが結構続出するだろうってうことなんです。だから賃金っていうのは。 ね、なかなか下げられないよねと下げちゃうと賃金を下げちゃうと生産性やる気なくなって生産性が下がっちゃうからとだから賃金っていうのは下がりにくいとで賃金が下がりにくいということはですね,ね物価もなかなか下がりづらいんですよ。 賃金が下がるとですね、えー、要はその費用が下がってるわけですからじゃあ値段も下げましょうかねっていうふうになるわけなんですけど賃金下がらないんだから値段も下げようがないということでだから賃金の硬直性があるということは名目賃金の硬直性があるということは価格も下がりにくくなるということなんですねだから価格の硬直性のところでこの情報の非対称性というのは使われたりしましてですねだから最近のね経済学っていうのはマクロ経済学もミクロ的基礎っていうのを大切にしてるんですよ。 あのロバート・ルーカスという方がですね1970年代に合理的機体形成学科の、ね、方なんですけどそれこそ2022のね、えー、マクロ経済学で合理的機体形成について出ましたけども、えー、合理的機体形成学科っていうのがあって、えー、ルーカスという方ねロバート・ルーカスという方が、まあ、筆頭的な人物なんですけどもそのルーカスがですねそのやっぱりマクロ経済学もミクロ的な基礎が必要だっていうことでミクロ的基礎を持ち込んだんですよでだから今のケインジャンはねニューケインジャンっていうふうに言うんですけども ミクロ的基礎を土台にですねやってます。それがスティグリッツとかアカロフとかスペンスなんですよ。ね、ミクロのベースをベー、ミクロをベースにしてですね、じょう、情報、例えば情報の非対称性をベースにしてですね、価格の硬直性を考えたりということで、だから。 情報の議論というのはね70年代以降急速に経済学のベースをですね構築してですねマクロ経済学にも相当な影響をあの、えー、及ぼしたということでありまして、えー、その辺のところもね、えー、ちょっと知っておいていただいてもいいのかなと思いましたね。では、えっと 逆選択の対策ということで玉田先生出されてるんですけどもあのシグググナリリンンととですすねねスクリーニングというのがあります、ねえー、情報の非対称性ってというのはですね A さん B さんという、まあ、2人例えばいてですね A さんは情報の保有量が多いと B さんは情報の保有量が少ないとこういう状況ですねこの時ですね情報いっぱい持ってるやつがですね情報,情報持ってない人に開示していくとこれをシグナリングと言うんですね。 一方で情報少ない側がですね、情報を持っている側からですね、情報を開示させるとこれスクリーニングというふうに言うんですね。これが逆選択のですね、対策ということになりますけども、処方箋というとふうに田村先生は本試験では書かれておりますけども。 えー、知っておいていただければと思いますねだから、うん、財務諸費用なんかもね、えー、まあ言ってしまえば、あのー、これなんですよ、えー、情報をね経営者がいっぱい持ってるってことで経営者が情報ないね、えー、その投資家の方々に、えー、情報を提供するということで、えー、ありましてね逆選択のですね、うん えー、まあ、解決策というかね、えー、そういうような位置づけで財務職業財務報告がなされているっていうふうに解釈されたりするんですよねだから財務会計のですね概念フレームワークっていうのがあるじゃないですかそちらでですね情報の非対称性,性っていう言葉出てきますよね、えー。情報の非対称性を緩和するために、ね、財務報告をするんですとこういうことを、えー、言っております、ね、だから今やその ね、先ほどねその情報の議論っていうのはマクロ経済学の価格の硬直性っていうところにも絡んできててっていうことね、えー、いうことを申し上げましたけどだからミクロの理論なんだけどマクロにもねうん土台にマクロの方の土台にもなってるということなんですけども会計学の土台にもなってるわけですよ財務会計の概念フレームワークのところに情報の引いたりしててっていうことが出てきておりますからねだからもういろんなところにね、えー、結構影響があるその理論、えー、これがですね今回の不動産鑑定試験の問題1の「括弧2」で問われたと。 いうことですね久しぶりだったですね情報の非対称ですよねいつだったかなもう10年ぐらいになりますかね10年前ぐらいになりますかねあの私がえー、情報の非対称性をちょっとね当てたことがあったんですけどね、えー <laughs> まあ、それからもうだいぶ経つなんていう、まあ、考えてみたら私も15年目なんですけどお前の話はどうでもいいっていう感じですけども、えーまあ、結構ねその情報の非対称説って久しぶりにこう出たなっていうふうにも私は思いました。公共財の方ははねね、まあ、そこまででで久しぶりではないんですけど、ね 情報の引いた人生はだからやっぱり出す側もですね少しためらいがあるんでしょうかね前回もちょっと申し上げましたけどやっぱ公共財とか外部性はまあ大学2年生ぐらいだったら知ってるかなっていうことなんですけど情報の引いた人生は知りませんという大学2年生だったら結構大学2年生だったらそういう子もいるのかなというふうに思いますよ。でやっぱりねまあ出す側も鑑定試験っていうのは��定試験における経済学っていうのはまあ教養試験だからな教養科目だからなっていうことでまあ ああなあじゃあ情報はちょっとやめとくかと外部正にしとこうかという感じでですねなかなか情報の引いた性が問われないっていうのもあったのかもわからないですよね。なので、えーとまあ、今回は久しぶりに出たということでありますけども経済学においては今や必須のですね、えー、その理論になっておりますんでしっかりと理解をですね、えー、踏まえて理解を深めていただければと思いますね。 はいそれではですねこのユニットは以上といたしますこの後ですね引き続き皆さん休憩を取った後にですね答案練習会の方に移っていただければと思いますでは休憩をお取りください